CNN インターナショナルは1985年に開局した CNN の国際向けチャンネルである。1985年、ヨーロッパ向け放送 CNN ヨーロッパを開始。その後、ヨーロッパ以外にも放送エリアを拡大し、現在に至る。現在では212の国と地域における10億人の視聴者を誇る。 開局当初はヨーロッパのみの配信だったので CNN ヨーロッパとして放送されていたが放送エリアを拡大するのに伴い CNN インターナショナルに変更された主な構成はアトランタを中心としその他ロンドン、香港のいずれかの CNN インターナショナルのスタジオから正時より30分間から60分間の定時ニュース CNN ニュースルームを放送するのを基本に ワールドビジネストゥデー、ワールドスポーツなどを放送。週末は科学技術や芸能、政治やスポーツ、ニュースドキュメンタリー、旅番組と多彩な内容。開局当初は経費抑制や空き時間が多いなどの理由でアメリカ国内向けのラリーキングライブ、クロスファイヤー、ロスサイズ、ヘッドラインニュースなども放送していた。放送地域をヨーロッパアフリカ、中東、 アジア、太平洋、南アジア、北アメリカ、南アメリカの各地域に分け、かつては地域ごとに特色のある編成を行っていたが、次第にさえがなくなっていき、現在では広告が異なる程度である。日本でも1984年4月以来日本、ケーブルテレビジョンによって衛星放送、ケーブルテレビ局向けに配信されていたが、 2003年に CNNJ に置き換わったため放送終了となった。詳細は CNN 公式ウェブサイトを参照。ありがとうございます。